大丈夫よ。弾は貫通してるから。それよりも一体誰が。ユイシスを殺してもらっては困るのですよ。それとあなたをディートリア組の頭と認めることもできません。ディートリア組の頭は強い義教心を持つ者。そう、ウェントやトレイヤのように強い義教心を持つユイシスでなければならないのです。それに比べあなたはどうですか。自分の大切なもの以外は全て切り捨てる。自分の考えを絶対とし、大切な家族の言葉に耳を傾けようともしない。そして挙句の果てはその大切な家族を殺そうとする。その行いのどこに義教心があるというのです。あなたのその考え方は私たち側の人間の考え方ですよ。あなたたちと相反するはずの私たちとね。やはり血は争えないということでしょうか。なぜあなたがここに。ハロゲット、エル、ダメだ。あなたは、あなただけは私の手でけじめをつけます。カシラとトレイヤの姉さんを殺した落とし前よ、組を裏切った落とし前よ、その弾でつけなさい。その程度の腕で随分と大物を垂れますね。あなたごときでは私の相手は務まりませんよ。身の程を知りなさい。当然のことをしただけだよ。おや、失敗しましたか。
ですが、まあいいでしょう。駒はまだまだいますからね。お前たち、エルを守るんだ。おや、兵を隠していたのですか。これは面白くなりそうですね。さて、団長さんとお見受けします。エルシーネは私が抑えましょう。さっさとユイシスを連れてこの場を離れてください。どういうつもりですか。あなたはエイレアの姉さんや部下たちに私を殺せという命令を出したはずです。なのになぜ今になって私を。喋んなって、大怪我してんだからよ。私には叶えたい願いがあるのですよ。ですが、それを叶えるためにはユイシス、あなたが、いえ、ディートリア組の頭としてのあなたが必要なのです。だからここであなたに死なれては困るのですよ。何を言って。いずれわかりますよ。まあそういうわけで、今ばかりはあなたたちに協力いたしましょう。でもよ、本当にあの兄ちゃんの言葉を信じていいのか。あの兄ちゃん、武装な姉ちゃんの仇なんだろ。待って、かしら。まだティートリアが。あれは、あれだけは取り返さないと。あれは、ティートリア組の頭の証なの。だから。んなこと言ってる場合かよ。自分の体がどうなってんのか分かってんだろ。そうですよ。このままじゃ、本当に死んじゃいますよ。でも、ディートリアは私にとって、かしら。そうですよ。生きていれば、希望はあります。エイレアさん、気がついたんですか？ええ。これだけ、周りがうるさければ、さすがに目も覚めます。あの、歩けますか？無理ですね。血を流しすぎたせいか、もう指先一つ動きません。なら背負うか抱き上げるかしかねえか。
いえ、私はここに捨てていってください。私は組の裏切り者。この終わり方もある意味当然の結末でしょう。それにあなたたちが私を助ける理由もないはずです。私はあなたたちの命を狙った敵なのですから。頭、お願い、エイレアの姉さんを助けて。ユイシス、何を。エイレアの姉さんは私にとって大切な家族なの。だからありがとう。おい、武装な姉ちゃん、急いで治療できるところに行きましょう。エイレアさんも必ず助けますから。だから頑張ってください。あなたたちもユイシスも甘いですね。裏切り者の私を、敵を助けようなど。でもどこか似ています。ああ、だからユイシスは。エイレアさん。おい、こっちの姉ちゃんも動かなくなっちまったぞ。急げ。あれだけのことを言っておきながらそんな顔をするとは、呆れて物も言えませんね。自分でも分かっているのでしょ。ウェントとトレイヤへの恩義、そしてユイシスへの恩義、いえ、贖罪、それらがある限りユイシスを殺すことなどできない。ユイシスを死んだと思うことなどできないと。だからこそあなたは私の介入があった時安堵の表情を浮かべた。これでユイシスを殺さなくて済む、ユイシスを逃がせる理由ができたと。ユイシスは死にました。あれはユイシスに似た他人です。そして他人がどうなろうと私は興味がありません。なので、それはあなたの勘違いです。ならばどうして殺そうとしたのですか？それも自身の手で。どうでもいい人間なのであれば殺す必要はないでしょう。邪魔をする組の人間を殺すのに理由が必要ですか？そしてあの筋者だけは自分の手で殺したかった。けじめをつけたかった。ただそれだけです。なるほどなるほど、もう後戻りはできない。そのことを自身に戒めるためですか。なんというか呆れを通り越して笑いが出てきますね。実に滑稽です。
それにしてもこちらはやはりですか。もしかしたらという可能性も考えましたが、無駄だったようですね。まあある意味当然といえば当然ですが。何を一人でブツブツと。その上よそ見とは、ふざけるのもいい加減にしなさい。ふざける？違いますよ。これは余裕というものです。しかしここまで弱いとは。万が一の可能性もないようですし、あなたにはもう興味はありません。エル！はてさて、どうしましょうか。ここで殺しても構わないのですが、あなたには楽しい見せ物を見せていただきましたし。そうですか。ユイシスたちは無事に逃げおおせましたか。そうですね。一つ妙案を思いつきました。聞こえていたでしょうが、あの者たちは無事に逃げおおせました。目的を果たした今、あなたたちと争う理由はもうありません。ですのでこれで手打ち、といきませんか。ふざけないで！あなたになくても私には！ある。そう言いたいのでしょ？もちろんわかっていますとも。それにこちらとしても、ルセリア組の存在はいい加減目障りでしてね。ですので提案です。こんな小さな争いではなく、組と組をかけたとびっきりの抗争を。いいえ。三つどもえの全面抗争をしましょう。その方が面白くなるでしょうし、あなたたちにも多少は勝ち目が出るでしょう。無論、あなたが続けたいというのなら話は別ですが。エル、今はアロゲントの言葉に乗るのが得策だと思うよ。このままじゃ。わかってるわ。わかりました。あなたの案を飲みましょう。ですが、一つ言わせていただきます。三つどもえではありません。これは、ルセリア組とエリゴス組。いえ、ディートリア組とエリゴス組。私とあなたの構想です。本当にあなたは滑稽ですね。現実に目を向けず、ただただ大物を垂れる。組の頭などではなく、役者になってはどうですか？エル！せいぜいそのシンクの血で舞台を盛り上げてください。もしかしたら、あなたの流した血で覚醒するかもしれませんしね。ヒクス、残ってる兵は？残念だけど、半数が、
あと生き残った者も怪我を。そう、ヒクス、組のみんなに伝えて、エリゴス組と全面抗争に入るって。それと各地に散っている元ディートリア組の組員たちにも連絡をお願い、私が頭となってディートリア組を再興する。頭の証たるマグディートリアは私が所持しているって。わかった。あとユーシス城、逃げた筋者たちの方はどうする？放っておいていいわ。今はエリゴス組との全面抗争の方が優先だもの。そう、わかったよ。ここは、なんで私こんなところに。つまり団長様、あなたの存在が邪魔なのですよ。だから消えなさい。そうか、私は頭をかばってエルに。物騒な姉ちゃん、目が覚め。って、おい、何してんだよ。はあ、寝てなきゃダメですよ。あの、エイレアの姉さんは。まだ眠ったままだぜ。その、武装な姉ちゃんより重傷らしくてよ。はい。命に別状はないが、しばらくは目を覚まさないだろうって、お医者様が言ってました。そんな。重傷なんだからよ。そうですよ、あと少し来るのが遅かったら命の保証はできなかったって。そうなの？ごめんなさい、頭たちにもいろいろと心配をかけたみたいね。気にすんなって、家族を心配すんのは当然のことだろ。ありがとう。その、改めて聞くけど、エイリアの姉さんの命に問題はないのよね。はい、だから安心してください。そう、ならよかったわ。
それで、頭、あれからどうなったの？エルたちは。まず最初に言っておくけどよ、物騒な姉ちゃんたちが刺されてから、もう10日以上経ってんだ。え？私、そんなに寝てたの？ああ、それでその間に、いろいろなことがあったんだよ。その、エルシーネさんが、自分の組の名前を、ルセリア組の名前を変えたんです。ディードリア組っていう名前に。それで、昔のディードリア組の人たちに声をかけて、人を集めているそうです。エル。その、集まった人たちに、自分がディートリア組の新しいお頭さんだって、これがその証明だって言って、ユーシスさんの剣を見せてたって。お墓参りの時に会った、ユーシスさんの組の方々から、そう教えてもらいました。そう。確かに、組の頭を名乗ることはできるでしょうね。マグ・ディートリアは、ディートリア組の頭の証だから。それでよ、武装な姉ちゃんは、その、これからどうすんだ？エルシーネの姉ちゃんとは、もう協力できねえだろ？ごめんなさい。体が辛いから、少し休ませてもらっていい？すみません。長話をしちゃって。ううん。気にしないで。私がお願いしたことだから。これからどうするのか、か。私は、頭やエイレアの姉さん、エルたちと一緒にディートリア組を再興させたかった。でも。覚えておきなさい、ユイシス。組の頭に必要なのは、敵か味方かを判断し、迷いなく冷徹な判断を下せる強い心。大切なものを守るためなら、仇だろうが家族だろうが、何を犠牲にしても一切揺るがない。そんな冷徹で強靭な心よ。あなたはついてきてくれた家族に、集まってくれた家族に、またあの絶望を味わわせるのだから。ディートリア組の再興は私一人でする。そして私がディートリア組の頭になる。父様、母様、私は、私の思いは間違っているの？物騒な姉ちゃん、本当に大丈夫なのかよ。ええ、多少は痛むけど問題ないわ。それに寝ているだけの生活にも飽き飽きしてきたから。わかってるわ。それに無茶をして
これ以上頭たちに迷惑をかけるわけにはいかないもの。分かってるならいいんだけどよ、本当に気をつけてくれよ。なんだかんだで物騒な姉ちゃんはいつも無茶しがちなんだからよ。気をつけるわ。ユシさん、どうしたの？ルリアさん、そんなに慌てて。エリアさんが目を覚ましました。エリアの姉さん。ユイシス、どうやらお互いに生き残ったようですね。まずは礼を。助けていただきありがとうございます。それで団長、ユイス、私をどうするおつもりですか？質問に答えて、嘘をつかずに、ごまかさずに。わかりました。元よりあなたとの決闘に敗れたあの時に全て話すつもりでしたしね。なら答えて、エイレアの姉さん。どうしてあいつのアロゲントなんかの組に入ったのよ。アロゲントをこの手で殺すためですよ。もしかしてエイレアの姉さん。ええ、ユイシスの想像通りです。私はアロゲントを暗殺するためにあいつの組に入りました。なんでそんなことを。うちの組が暗殺を禁じていたのはエイレアの姉さんも知っているでしょう。ええ、ですが私がアロゲントを殺すにはそれしか方法がなかったのです。なんで。エイレアの姉さんの腕なら叶わなかったのですよ。私の腕では傷一つ与えられませんでした。おいおい、さすがにそれは冗談だろ？事実です。あの反乱の後、私は自分自身に誓ったのですよ。どんな手段を使ってでも、ディートリア組が禁じていた手段を使ってでも、アロゲントにけじめをつけさせる。頭とトレイヤの姉さん、あなたのご両親の仇を取ると。そして私はその目的を胸にエリゴス組に入り、命令を忠実に遂行する使兵となりました。すべてはアロゲントに信頼されるために、暗殺する機会を得るために。なら、なんで再会した時にそのことを言ってくれなかったの？言ってくれれば。言ってどうするのですか？言ったところであなたは納得しなかったでしょ？それは、でも。それに、これは私の決めた道。あなたを巻き込みたくはなかったのです。私の歩むこの道は、あなたが夢見信じる義教の道とは程遠い道ですから。巻き込みたくなかったって、
ならどうしてユイシスさんの命を狙ったんですか？殺すつもりなどありませんでした。だからこそ再会した時、私はユイスにこう言ったのです。マグ・ディートリアを渡せば命だけは助けてあげますと。でもよ、それはアロゲントからの命令だって。ええ、その通りです。ですが同時に私自身の願いでもありました。ディートリアさえ手に入ればアロゲントはユイシスから興味をなくす。ディートリアが亡くなればユイシスをこれ以上巻き込まなくて済む。ディートリアが亡くなればユイシスは仇として普通に生きられる。あの時はそう考えていましたので。ですがユイシスはそれを断り、筋物としての道を、カシラやトレイヤの姉さんの意志を継ぐ道を選んだ。じゃあこの間の決闘の時は？あの時も本気は出しましたが、殺すつもりはありませんでした。瀕死に追い込んだ後、死を偽装して逃がす予定でしたしね。偽装？ええ、あなたを殺したくはない。だがアロゲントの命令に逆らうわけにもいかない。なので私はあなたの死を偽装することに決めたのです。団長に関しても同じですね。瀕死にはするつもりでしたが、殺すつもりはありませんでした。団長は私たちの争いに巻き込まれただけの仇、そしてユイシスの大切な人です。そんな人を殺すわけにはいきません。つまり最初から最後まで本当に殺すつもりはなかったってことか？ええ、ユイシスは私にとって可愛い妹分で、何よりも大切な組の家族です。それに昔カシラとトレイヤの姉さんに約束したのですよ。ユイシスを守ると。その約束を反故にするつもりは今もありません。エイレアの姉さん。他に何か質問はありますか？ないようでしたら一つお願いがあるのですが。現状を教えてもらえませんか？私が刺されてから何があったのか、今どうなっているのかを。なるほど、エルがディートリア組を。それでユイス、あなたはこれからどうするのですか？それは、父様、母様、今日は伝えたいことがあるの。エルが頭となってディートリア組を再興させたわ。
でも今のエルは昔のエルとは全然違ってて、だからきっと父様や母様が築いたディートリア組とは全く違う組になってると思うわ。ねえ父様、母様、私はこれからどうしたらいいと思う？私は二人が築いたディートリア組を蘇らせたかった。だから二人の思いを継いで今まで頑張ってきた。でもその結果は、それにね、エルに言われたのよ。私は頭にふさわしくないって。ユイシス、私は今のあなたを頭として認めることはできない。もしその考えを持ち続けるというのなら、その時は私があなたを倒して再興したディートリア組の頭となるわ。父様と母様はどう思う？エルが言うように、私は組の頭にふさわしくないと思う？頭たちに何を伝えていたのですか？エイレアの姉さん？どうしてここに？あなたが病室を抜け出すのを偶然見かけたのですよ。ですので後をつけさせていただきました。今のあなたはいろいろと心配でしたしね。ユイシス、私に話してみませんか？あなたの悩みを一人で抱え込むよりも誰かに話した方が心が楽になりますよ。あなたは裏切り者の私を家族と、そう言ってくれました。だからこそ私もあなたの家族として力になりたいのです。無論裏切り者の私を信じられない、そういうのであれば話は別ですが。その言葉はずるいわよ。そんなことを言われたら話すしかないじゃない。ねえエイレアの姉さん、私はどうすればいいと思う？エルは私の目指すべきあり方を、考え方を甘いと言ったわ。でも私は。あなたのしたいようにすればいいのですよ。え？自分のしたいことを貫く信念を持つ者、その信念に命を懸けられる者が組の頭を張る資質を持つものだと私は思っています。そういう意味ではユイス、あなたは十分資質がありますよ。でもエルは私に。信念など十人十色、人や組によって違うものです。エルの信念とあなたの信念は違う、ならば望む頭像が違うのも当然のこと。あなたは貫きたい信念のままに自らが望む形の頭になればいいのです。でもその結果組が潰れたら、家族たちが苦しむことになったらどうするの？そんなことは考えるだけ無駄です。どのような頭であっても、どのような組であっても、潰れるときは潰れます。そして
それを恐れていては組の頭は務まりません。大切なのは自分が何をしたいのか、どうしたいのかです。そして自分の思いに、自分の信念に嘘をつかないこと、それだけです。何を笑っているのですか？昔頭たちに全く同じことを言われたことがあるのよ。大切なのは私がどうしたいのか、何をしたいのかだって。そして頭たちはこうも言ってくれたわ。私のやりたいようにやればいいって。その時のことを思い出したら、自分の情けなさに、いえ、成長してない様に呆れて笑いが出ちゃったのよ。なるほど。さすがは気空団の頭を務めるだけのことはありますね。大切な心得をしっかりと理解しているようです。私が認め理想とする頭だもの、当然よ。そうね、そうよね。大切なのは私がどうしたいのかよ。信じていた大好きだった家族に私の今までを否定されて自分を見失っていたわ。さて、そろそろ出てきてもいいのではないですか。私たちのこと気づいてたんですね。なんで頭たちがここに、というか、いつから。最初からですよ。その、ユージスさんが病室にいなかったので、心配になって探してたんです。そしたら、エイリアさんが出ていくのが見えたので。後を追ってみたら、物騒な姉ちゃんがいたってわけだ。なら声をかけてくれても。いや、真剣な話をしてただろう。だから声をかけづらくてよ。全部聞いてたの？はい。呆れたでしょ。頭たちにあれだけいろいろと助言をもらったのに、何も成長できていないから。本当？ああ、だからそんなこと気にすんなって。それよりも物騒な姉ちゃんは一人でいろいろと抱え込みすぎなんだよ。そうですよ、私たちにちゃんと相談してください。杯を交わせば
皆家族であり、家族には絶対の信頼を置く。私たちにそう言ったのはユーシスさんなんですよ。これからはそうするわ。さすがのあなたも団長たちが相手ではタジタジですね。なあ、オイラたちは物騒な姉ちゃんのしたいようにすればいい。それがこいつの命令だって前に言ったよな。私はエイレアの姉さんやエルたち、そして頭たちと一緒に私の考えるディートリア組を両親たちが築き、目指した義教心に満ちたディートリア組を再興させたい。そうですか。ならば誰に何を言われようともその思いを貫くことです。ね、でも私は弱いわ。一人じゃ何もできない。だから頭、エイレアの姉さん、私に力を貸して、アロゲントを倒し前へと進むために、エルともう一度家族になるために、そして私の夢を、願いを叶えるために。今のユイシスならディートリアを覚醒させられるかもしれません。そしてあの力を使いこなせるのなら可能性は十分に。ならば私もその可能性にかけてみるとしましょう。ええ、私も協力させていただきます。ありがとう、頭、エイレアの姉さん。ユイシスは本当に良い頭と出会えたようですね。本当は自らの落とし前をここでつけるつもりでしたが、ですがユイシスが願いを胸に前へと進むなら、この命あの子のために使いましょう。それが私の最後の役目でしょうから。ねえ、エイレアの姉さん、エルのディートリア組ならエリゴス組を潰せると思う？なんとも言えませんが、おそらくは無理でしょう。エリゴス組は規模自体が大きい上、組員全員が荒事に長けていますから。となると方法は一つしかないわね。エルの組にディートリア組に勝ち込みをかけましょう。あ、なんでそうなんだよ。
エリゴス組との全面抗争に勝つためよ。ディートリア組とエリゴス組との全面抗争は避けられない。でも今のままじゃディートリア組が勝つ可能性は低い。だけどそこに私たちが加われば状況は変わるかもしれない。言いたいことは分かりました。ですがエルは私たちを受け入れはしないでしょう。だよな、完全にオイラたちを敵認定してたしよ。ええ、だからこそエルと白黒つけるのよ。そしてディートリアを取り返し、そのまま組を乗っ取るわ。そうすれば戦力も増えるし、アルゲントとの全面抗争にも少しは勝機が出るはずよ。つまりユイス、あなたはエルのディートリア組を散奪すると？ええ、ルセリア組はもともとディートリア組の関係者たちが集まって作った組よ。裏切り者たちはエルが全てけじめをつけたみたいだけど。でもディートリア組の流れを汲んでいることは間違いないわ。そして今はそこにチリジリになっていた家族たちも集まっている。なら私がその組の頭になってもおかしくはないでしょ。だって私はディートリア組の頭、ウェントの娘、正当後継者なんだから。確かに旗頭としては問題ありませんし、一理あるのも事実ですね。ですがユイス、この人数で勝ち込みをするのは少々難しいと思いますよ。エルの組はそれなりの規模ですし、何よりあの子のそばにはイクスがいます。それは勝ち込みをかける判断、根拠は悪くありませんが、出たとこ勝負で行こうとするのはいただけません。このままでは失敗するのが目に見えています。でも他に方法が思いつかなくて、時間もあまりないし。そうですね、私であれば鉄砲玉を使います。鉄砲玉を陽動にして本体が組の頭を、エルを狙う。これが現状での最善手と言えるでしょう。でも鉄砲玉に使える人員なんてどこにも。何を言っているのですか。その役割に最適な人間がここにいるでしょう。まさかエイリアの姉さん。私が鉄砲玉となり、露払いとイクスの相手をします。ですのでユイスたちはエルのところへまっすぐ向かってください。この方法なら犠牲は最小限で済みますし、成功確率も悪くはないはずです。何言ってるのよエイレアの姉さん。そうですよ、エイレアさんはまだ万全じゃないんですよ。今の状態で勝ち込みなんてかけたらエイレアさんが。構いません、もとよりこの命はあってないようなもの。ですのでユイス、この命、あなたの願いを叶えるために使ってください。そんなのダメに決まってんだろ。そうです、どうして命を大事にしないんですか。ではそれ以外に良い方法がありますか。私が星晶獣の力で。それはやめておいた方がいいでしょう。
その力は確かに脅威ですが、あなたそのものは人です。私なら青少獣を呼び出す前にあなたを切れます。そしておそらくいくつも。何よりこの勝ち込みはアロゲントと戦う前の前哨戦。後のことを考えるのなら被害は最小限に抑えておくべきです。そしてそのためには短期決戦が最良の選択。時間をかけて兵を集め組を乗っ取ることに成功した。しかし組も兵も疲弊して使い物にならない。そんなことになってはお話にもなりません。エイリアの姉さん、一つ約束して。必ず生きて帰ってくるって。それは難しい約束ですね。私はもうこれ以上家族を亡くしたくないの。それに言ったはずよ、エイリアの姉さんやエルたち頭たちと一緒に私の考えるディートリア組を作りたいって。だから。わかりました。確約はできませんが、その約束に応えられるよう努力はしましょう。ああ、それと勝ち込みで思い出しましたが、ユイス、あなた獲物はどうするのですか？昔使っていた獲物を使うわ。なら、ユイス、勝ち込みの前に稽古をつけてあげます。稽古？いきなりどうしたの？というかエイレアの姉さんは少しでも安静にしていた方が。あなたに伝えておきたいのです、アロゲントの戦い方を。そしてディートリア流剣術の最終費用を。これを習得しておけばアロゲントとの戦いで必ず役に立つでしょう。そういうことならわかったわ。教えて、エイリアの姉さん。